で過ごさせても下に下ろしてください。床に下ろしてください。460g。体重測ったことあります？いや、最初に測ってもらった時ぐらいですね。あ、その後はない？はい、その時も400ぐらいだったので、ちょっと増えてますか、ね。460ぐらい。家のコーヒーも飲んでますね。測ってもいいかもしれない。うん。460g。なるほど。ちょっと変わって、その子持って。ちょっと入れ替わって。ちょっとだけ待ってください。すぐ終わります。須永さん、これコピーしてきて、3枚。健康中の健康分はい、ごめんなさいね。体重460、いいですね。で、体重を測るの習慣にした方がいいですよ。やっぱりそうですか、うん、どれぐらいの周期で、週1とかですか。もし可能なら毎日。あ、本当ですか。ダメだったら2日に1回、ダメなら3日に1回。わかりました。はい、じゃあちょっといい急な増減とかそういうことですね。それとあと何グラム食べてたか分かってます？分かってないです。分かってない。そこも分かってた方がいい。ってことは1日1回最低1回は掃除してさ、何グラム食べてるかをチェックした。じゃあ身体検査していきますね。はい、お願いします。まず足ということだけど全部見ていきますからね。はい、まず顔から。まずね、目の色、目の表面が潤ってるか、そこからピッとめくると白目が出るじゃないですか。白目が白いこと、うん、で、まぶしそうにしますから見えてますね。で次ね、はい、目の下触るとここが奥歯なの。はい、わかります。触ってみてもいいですか。触ってみてもいいですか。この辺、あ、はいはいはい、歯があるのわかります。でここに奥歯が上、はい、で奥歯のこの辺が上、はい、でこっちが下、はい、触ってみて。でこれをね、右と左と同じように触って、はい、右と左が同じ感じだったり、で不正攻防になってくるとやっぱりデコボコしてきたりさ、なんか触り心地が右と左が違うと良くないです。でもそうなったら相当悪いですね。あと相当悪くなると顎、はい、不正攻防になると歯の根っこが産んでくるから、例えばこの顎の下顎もね、はい、右左触り心地が違ってきます。それからこっちの子か、歯ね、歯は色は黄色いのが正常です。正常なんだ。黄色いけどさ、黄色いか、これはなんか欠けたのかな、もしかして。ここだけ白いじゃない。あ、柵をちょっとガジガジやってます。昨日入れちゃってからすごい噛んでたんで。本当じゃ、そんな欠けちゃったんだ。で歯はすごい伸びてきますからね、はい、で前歯上が1で下が2ぐらいが正常、うんうん、だからほぼほぼ正常だけど、下の歯の下のどっちだ、右側の上が少しちょっとそうですね、欠けてるなぁと、はい、これは異常です。だからちょこちょこ見ていてくださいね。はい、はい、お腹そこはファイルの中入れといて、ファイルの中右そこ置いといて、でそこのテーブル2番消毒して、コームとかブラシとか片付けてください、ね。お腹は柔らかいのが正常、うん、と上腹部と中腹部と下腹部、はい、全部柔らかく正常です、うん、ただ毛が抜けますね。そうですね。この子誕生日いつだっけ。最近ですね、はい、12、1、ね、まだ2ヶ月。はい、えただ輸入日が あれでして、これがちょっと違う、オランダから来た。これそうなの。誕生日がちょっと不明なみたいで。不明なんだね、はい。もうちょっと言ってるかもしれませんね、もしかしたら。
今私はここで脈を見てるんですけど、はい、カウントできるほどは触れないけど、まあでも脈は触れます。うん、それから今度 VD で仰向けでして、はい、ごめんね、ごめんごめんごめんでね、ここね、ここをし、ここ、はい、足の裏のね、後ろ足のここがね、はい、測定皮膚炎って言って皮膚炎になる子が多いんですよ。あ、だからここは1日1回見てもいいし、それからどういうあれが測定皮膚炎に赤くなってくる、赤くなってくる、うん、痛そうな感じ。あ、でちょっと今私はこれもちょっと後で出したいんだけど、保湿剤をちょっとつけたんですけどね。でもこのぐらいのピンク色だったら全然可愛いもん。そうそう、本当に真っ赤ですか。そうそう、真っ赤です、うん、で左の前足ですよね。はい、ケース、はい、で靴にして、だからこっちだよね、痛い痛いって言ったら、はい、左右均等に触ってきますね。肩、上腕骨、肘、肩を嫌がっちゃう。どうしたの？チャックが使ってるね。ホタテ、ホタテ、ホタテちゃん。まあ折れてないし、ただその引っ掛けた時にさ、はい、骨の周りの、ちょっと話するわ、骨の周りの筋肉とかさ、はい、あ、やっぱり腱とかさ、筋とか、そういったところを痛めてる可能性があります。うん、じゃあちょっと椅子並べで座ってください。少しお話ししたいことが何点かありますけど、左前肢軟部組織炎で、今日は全然かばってるそぶりはうちでも見せない。今日は全然ないですね。ただね、動物、この子のスティンチェルの性質上ね、ちょっとぐらい痛くても隠す、うん、ということがありますので、ちょっと治療はします。はい、で治療しながら、治療してから、後ほどね、ちょっと前足に赤い光を当てます。はい、機械で赤い光で出てくるんですけど、うん、近赤外線という赤い光で、うん、一回止めますね。